とつながるかというと、これはイメージの話になりますけど、将来的には車に実装される AI とそれが結びつく形になっている。で、今杉山さんの方からハンドル出てきましたけど、これはまず最初ドライビングモードのデモイメージです。で、車の形は形状が変わって走行モードに入りました。で、この一緒に今これライゾマティクスがこれ作ったわけですけれども、この映像はまさに走行しているイメージですね。はい、あの夜の東京に向かって駆け出すようなそういうイメージで、今向こう側のシートに座っている杉山君は気持ちよくドライビングをしているという状況のデモンストレーションになります。で、このデモンストレーションの自動運転のコーナーは